こんにちは、アキラです。今回は2020年私が1年間このフィリピン我が地方都市で暮らしてデメリットと感じた点についてお話しします。私は2019年の6月からこの地方都市で暮らしています。そもそも私がこの町を選んだ理由は、物価が安かったり治安が良かったり、あとは学校ですね、教育に力を入れている学校が多かったりという理由だったのですが、まあそういったメリットももちろん受けることはできますが、海外移住するとデメリットというのも残念ながらあります。今回は一部すでに動画で紹介していますが、改めて2020年のダイジェストということでデメリットをまとめてみました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。まずはじめに紹介したいのは、物を買いに行っても毎回必ず手に入るということではないという現実です。例えばこの日は卵を買いに来ていましたが、残念ながら買うことはできませんでした。で、理由を聞いてみると、どうやら卵を産む鶏がですね、高齢化っていうんですか、年を取ってきて卵を産まなくなってきている、なので1日で販売できる卵の数が限られているから売り切れになったということです。で、通常ですね、日本ではあまり考えられない理由だと思うのですが、残念ながらフィリピン我が地方都市のような場所ではこういった理由で卵が買えないとかいうことは多々あります。なので、そういった時は我慢してですね、違う店に行くのか、あとは数日経ってまた来るのか、そういったことが必要になります。で、これはまた別の店で肉を買いに来ていますが、こちらの店でも買うことができませんでした。で、この時の理由は、通常セブから肉を仕入れるらしいのですが、船がなかなか来ないということでした。で、これもですね、どうしようもないということで、お店側とすると、肉が入ってくるまで待つということです。こういったインフラ関係ですね、輸送手段とかといったことも、日本と比べるとすぐに物が止まってしまったり、すぐに船とかですね、車が止まってしまうっていうことは多々ありますので、こういった欠品を起こすということは日常茶飯事です。そして物価が安い町で暮らすデメリットとすると、こういった欲しい時に物が買えないということ以外に、衛生面などもやはり気になる点です。で、日本だと結構衛生管理っていうのはしっかりしているとは思いますが、まだまだフィリピン我が地方都市のような発展途上国だと、生肉や生魚をそのまま冷蔵施設がないような場所で売っているというのはよく見かけます。で、これは朝の市場の様子ですが、氷とかですね、もちろん冷蔵庫などないようなところでエビとかですね、魚とか生肉とかを並べて売っています。で、加熱して食べるから大丈夫だと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、こういったことが気になる方っていうのは、やはりいくら物価が安いからと言っても、我が地方都市のような場所で暮らすというのは初め抵抗があると思います。実際来てしまえば、慣れるということもあるかもしれませんが、どうしても気になるという方はあまり無理せずに、初めからこういった地方都市で暮らすというのは選択肢から外した方がいいのかもしれません。私も初めはこの場所に来て、こうやって生魚や生肉がテーブルの上に冷やされることもなく置いてあると、非常に大丈夫かなと思いましたが、実際食べてみて、体調を崩すということもないので、体が慣れてきたのか、自分の気持ち的にも慣れてきたのかもしれませんが、今では気にならなくなっています。やはりフィリピンなどは日本と比べて、おそらく日本の30年40年前のようなことをやっているというのが多々ありますので、おそらく日本もそれくらい前だと、こういったですね、市場でこういった方法で物を売っていたということはあったのだと思います。なので気にせずにですね、日本よりも割安な値段で暮らして、
楽しむということを意識すれば特に問題はないのかもしれませんが、やはりそれでも衛生面的に気になる方にとってはこういった街はあまりお勧めできません。まあ、もし将来海外で生活をしてみたい、生活することを考えているという方には、私自身もここに来るまでは全く分かっていなかったのですが、こういった実情があるということを初めに分かっておくと、実際に移住してからショックを受けるということは少なくなるのだと思います。私自身こういったですね、生肉を解体したりというのは全くイメージしていませんでしたので、初めて見たときは非常にショックでした。とはいえ、私の場合はもうこっちに来てしまってたので、今更帰るというわけにもいきませんでしたので、慣れるように努力はしましたが、あとは何をメリットに感じて何をデメリットにするのかというところかもしれません。もしこういった環境を楽しめる、ワイルドでこれはこれでいいなと感じる方には、物価も安いですし、海外移住で暮らすというのは一つの選択肢としていいのかもしれません。詳細につきましては別の動画でも紹介していますので、概要欄からご覧ください。そして実際に街を歩いていても、やはりいくつかのデメリットというのは目につきます。まず建物全体が、特にこれは都市部ですが、私が見る限りフィリピンの建物は木造よりもコンクリートで建てられたものが多いです。なので一度建ててしまうと、あまり補修をするというよりはそのままですね、使い続けるという傾向が強いのだと思います。なので壁にですね、例えばひびが入っていたり、あと非常に古い建物で全体の間取りが小さかったり狭かったり、あとトイレなども非常にですね、紙が流れないっていうのはもちろんなのですが、汚かったり、あと臭かったり、そういったインフラの弱いところというのは多々あります。なのでこれはまあ私もですね、街に行くときは事前に家でトイレを済ませて、なるべく外でトイレを借りないでいいような状況にしています。それほど私自身も実際外でトイレを使うというのは避けています。そして物価の安い場所で暮らすことを目指している方にとっては、その街の治安というのも非常に大事だと思います。我が地方都市の場合はフィリピンの中でも学園都市と呼ばれていることもあって、かなり教育には力を入れている場所です。どちらかというと治安は良い方だと聞くことが多いです。もちろん皆さん海外移住をする前には、実際自分が住もうとしている場所がどんなところなのか、事前に調査をしたり、ネットなどで調べたり、そういったことをされると思います。で、私自身もネットでいろいろ調べましたが、やはりですね、ネットに書いてあることと実際来てみて感じることと実情っていうのは違うこともたくさんあります。特に情報が古かったり、あるものがなかったり、あとあったんだけど今はなかったり、そういった情報が多々ネット上にはありますので、これはかなり注意が必要だと思います。なので、こういったですね、私みたいに YouTube で現地の情報を発信しているという人もいますので、もちろん YouTube であれば無料でそういった情報は手に入りますので、そういったものをうまく活用して現地の情報、本当のところの情報をですね、手に入れるっていうのは大事なことだと思います。とはいえ私はですね、実はそんなことを言いながら実際この町に来るまで、この町の実情をですね、事前に私自身が来てチェックしたりとかしていませんでした。すべてネット上のですね、情報を、確認して、でそれで来てしまったのですが、YouTube とかでですね、こういった情報を発信している人も、私は見つけられなくて、でブログなどで確認してきたんですけど、先ほども言ったみたいにかなり古い情報で全然話が違うっていうのも多々ありました。なので私が自分でできていなかったので、偉そうなことは言えないんですけど、おすすめはやはり一番いいのは現地の日本人の人に、実際今の最新情報はどういうことですかというのを聞いたりですね、
まあ、中にはその有料で確認してもらったりというのもあるかもしれませんが、まあ、多少のお金は払ってでも最新の情報を手に入れることをお勧めします。まあ、我が地方都市のことを知りたいという方は、まあ、基本私の YouTube チャンネルを見ていただければ無料で手に入る情報だと思いますので、ご活用いただければと思います。でもっと細かい具体的に知りたいということがありましたら、概要欄にあるメールアドレスか、あとツイッターもやっていますので、ツイッターの DM にご連絡いただければと思います。まあ、調査不要で私が知っていることであれば、もちろん無料ですぐ返信させていただきます。で、あと海外移住する上で大事なのはネット速度だと思います。まあ、もっと細かく言うと、ネット速度とあとどれくらい安定しているかということですね。例えばですね、我が地方都市規模でいくと人口10万人強の町ですが、それくらいの規模になるとネット速度はだいたい最速で50メガぐらいは出ると思います。まあ、30から50ぐらいですかね。ただまあ実際は数メガ出れば十分だという方が多いと思いますので、まあ、我が地方都市ぐらいの規模になると数メガぐらいのインターネットを手に入れるというのはそんなに難しいことではないと思います。で、値段はですね、だいたい1500ペソ前後1ヶ月約3000円ですねぐらいで、だいたい5メガ10メガぐらいのスピードのインターネットが手に入るような感じです。で、そもそもインフラもですね、あまりやはりフィリピンは進んでいませんので、例えば携帯電話などもできるだけですね、料金も安く抑えたいということであれば、いまだに昔日本で数十年前に使ってたような、まあ、スマホじゃないやつですね、ボタン式の携帯電話というのも普及していますので、そういったものを使ってデータ通信量を抑えたり、あと必要最低限の基本料金にしたりということは可能です。携帯でいくとだいたい今のようなスマホじゃないものを使えば、まあ、数百円で半年ぐらいは持つ方もいらっしゃいます。まあ、もちろん通話とかのですね、どれくらいするかということ次第だとは思いますが、それでも知り合いの日本人の方などは、例えば200円ぐらいでですね、半年、まあ、1年ぐらい持つという方もいらっしゃいます。で、私自身はだいたい今スマホを使ってて、15日間約データを1ギガ使い放題で約100円です。ただまあ実際今あまり外出先でデータを使うようなこともありませんので、基本携帯は今料金払ってないですね。で、必要な時だけお金を払ってデータを使えるようにしている状態です。で、電話はですね、かけるのは確か1分で7ペソとか8ペソ約14、5円ですかになります。受信の方は無料です。で、まあ、私は携帯電話でかける相手もいませんので、通話の方は基本使っていません。ただ携帯は電波がですね、やはり悪いということもありますので、場所によってはあまり通じない。特にまあ先ほども少しお話ししましたが、建物がコンクリートでできているところが多いので、建物の中に1回入ってしまうと通話ができなかったり、データ通信ができなかったりということも多々あります。そういったこともこの町で暮らすデメリットかもしれません。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。まあ、細かいデメリットも挙げればキリがないかもしれませんが、それでもやはり物価が安いとか、あと治安もそれほど悪くない、あと学校にも力を入れているというメリットを考えると、まあ、実際我が家の場合はこの町で暮らし続けていますし、特に大きな不満はありません。ただまあ皆さんにこの海外生活はもう最高で 100% も素晴らしい、何の不満もない生活ですというようなことは決して胸を張って言えるような状況ではありませんので、まあ、そういったリアルな現実というのを今回ご紹介しました。次回もフィリピン我が地方都市で暮らす私のリアルなセミリタイア生活についてお話したいと思います。ありがとうございました。